はい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 。はい、始まりましたよ。毎度おなじみゆうごドット TV です。今日も人生に役立つ情報を一発読み一発撮りで配信していきます。今日も共に学んでいきましょう。自己成長のために。はい、今日のお題は背筋が伸びている人に疲れている人はいない。こちらを今から読んでいきます。気力は背中から出すものです。疲れたり元気がなかったりするといつの間にか腰が曲がり姿勢が悪くなります。疲れているから姿勢が悪くのではありません。姿勢が悪いから疲れるのです。背中は神経が束になっているところです。背中背中をほんの少し曲げただけでも神経の通り方が悪くなります。背中の圧迫は体全身を圧迫しているのと同じです。背中が曲がっていると本来出るべき力も元気も出てこなくなるのです。逆に言うと背中を伸ばすだけでいいのです。背中を伸ばすだけで神経の通り方も良くなります。背中の神経の通りが良くなれば体全身の神経の通りも良くなります。背筋が伸びていれば本来出るべき力や元気がスムーズに出てくるようになります。背中の様子は体の調子を決めるキーポイントです。元気がない時こそ背筋をピンと伸ばしましょう。背筋を伸ばした瞬間、背中から元気と力がみなぎりポジティブになれます。疲れるどころか元気になります。背中は気力を出す発電所です。背中が伸びている人に疲れている人はいません。今すぐ気持ちが明るくなります。今日の格言、元気がない時こそ背筋をピンと伸ばす。なるへそ。背中に神経が束まってあるっていうのは知りませんでしたね。だから背筋、よく言いますよね。背筋ピンとした方が血行も良くなるし姿勢も良くなるし見栄えも良くなるしやる気が出るって、よく聞く。でも背中に神経の束が束まってるのは知らなかった。はい、それだけでも今日はいい収穫です。勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。コメントの方も良ければしていってください。それではまた、ドン。